こんにちは、ルソレルです。 AVI ユーティルユーザーなら確実に一度は目にしたことがある死の宣告、今回はこれを解消してくれるすごいプラグインをご紹介したいと思います。その名も相対パス保存プラグインです。その名の通り AVI ユーティルで使用した素材を絶対パス管理から相対パス管理にするものです。夢のプラグインです。個人的にはこれだけは絶対に入れておけ、プラグイン集みたいなやつに含まれていてもおかしくないくらい便利です。というわけで相対パス保存プラグインのご紹介です。まずざっくり導入方法ですが、事前にリッキーモジュールを導入の上、AVI ユーティルのエグゼファイルがあるところにプラグインをダウンロードしてください。次に設定ですが、相対パスの基準を選択します。私はプロジェクトファイル基準を選択しているんですけど、この辺はお好みでいいと思います。これで相対パス管理ができるようになります。このプラグインのすごいところは、階層化したフォルダーからも素材を探してくれるとこです。拡張編集プラグインでも素材を探してくれる機能はあるんですけど、プロジェクトファイルと同じフォルダーのものしか取得できないんですよね。なので、毎回使う BGM などを素材フォルダーに一括でまとめている場合は、もうどうしようもなくなっちゃいます。そして、オブジェクトファイルをインポートした場合も、やっぱりうまく復活できないです。一方、相対パスプラグインやったら、階層化されているフォルダまで問題なく取得できます。階層関係さえ守られていたら、全部復活させることができます。実際にやってみると、こんな感じです。今、C ドライブ配下に、こんな感じにプロジェクトファイルと火星人くんを保存しています。そして、この状態で一度プロジェクトファイルを保存します。まるっと D ドライブに移動させてプロジェクトファイルを開くと死の宣告が出ます。ですがその後問題なく火星人くんを取得してきてくれます。今回はもともとカーソルが立っていたんで自動取得されてるように見えるんですけど、実際はオブジェクトにカーソルを当てることで再取得してきてくれます。どっちにしろすごいですね。というわけで相対パスプラグインのご紹介でした。めっちゃ便利なんで AVI ユーティルを使ってる方はぜひ導入してみてください。